カーリーグにおける一部リーグ。略称は J1。J リーグカップ、天皇杯と並んで、日本の国内三大タイトルとされる。上位3チームに AFC チャンピオンズリーグへの出場権が与えられる。1993年から1998年までは一部のみの J リーグとして、最大18チームで開催され、1999年からの二部制導入に、 ともない J リーグディビジョン1に移行した。2015年により、タイトルパートナー契約により、明治安田生命 J1 リーグの名称を用いている。毎年早春に開幕し、晩秋から初冬の時期までリーグ戦を行う、春秋制を採用しており、三大タイトルの中では、J リーグカップの後、天皇杯の前にタイトルが決まる。 J1 リーグ戦の開催方式は開催方式を参照のこと。なお、2017年シーズンから1ステージ制を採用している。リーグ開始時の1993年から1995年までの間は J リーグ共産スポンサーの最上級カテゴリーにあたるステージスポンサーとしてサントリー株式会社と日本審判株式会社が就任。 1> 第1ステージをサントリーシリーズ、第2ステージをニコスシリーズとステージごとにタイトルスポンサーをつけて開催。年間決勝戦のチャンピオンシップもサントリー株式会社の協賛によるサントリーチャンピオンシップとして開催された。1996年に1シーズン制となり、ステージスポンサーがなくなり、2シーズン制が復活した1997年以降も、 ステージスポンサーが復活することはなかったが、同年から2004年まで行われたし、2015年より、明治安田生命保険総合会社と J リーグ全体のタイトルスポンサーとしての契約を提供。2018年12月14日に、明治安田生命保険との4年契約を更新している。札幌仙台鹿島浦赤島 FC 東京。 川崎横浜 FM 横浜 FC 湘南清水名古屋、G 大阪市大阪神戸徳島広島福岡、都市大分2021年の J1 リーグ所属クラブの所在地各指標は J リーグ公式サイトのクラブプロフィールの記述に基づく。J リーグ加盟年は正会員となった年。J1 在籍年には1998年以前の1ディビジョン時代を含む。 1993から1998年の J リーグ及び1999年以降の J1 には2ステージ制の時期と1ステージ制の時期があった。通年制2ステージ制1シーズンを2つのステージに分けて行い、第2ステージ終了後に両ステージの優勝チームによる J リーグチャンピオンシップを開催し、そのシーズンの年間優勝クラブを決める。 J リーグはシーズンの開催期間を2月頃開幕、12月頃閉幕の春秋シーズン制を採用している。基本的に開催期間内の毎週末に開催される、ほかゴールデンウィーク期間中をはじめとして祝日に開催され、週に試合開催となることがある。週末開催については2012年シーズン以降は原則として土曜日に開催日が集約されているが、 それ以前は終盤の数節を除き土曜日に6から7試合程度日曜日に残りの2から3試合程度を分散開催していたまた週の半ばにリーグ戦を開催することもある2018年から年間10節程度の予定でダゾーン協賛による明治安田生命フライデーナイト J リーグと題して金曜日のナイターを 各節1から3試合を行う節を設けている AFC チャンピオンズリーグに参加するクラブについては ACL の試合が概ね火曜日または水曜日に開催されることから試合日移動日との間隔を考慮して当該クラブの試合を日曜日あるいは後日の平日に延期することがあるなお2017年のゴールデンウィークにおいては5日間連続開催とし 5月3日にルワンカップ第4節を行った後、5月4日から5月7日に J1 リーグの第10節を分割開催した。このうち AFC チャンピオンズリーグ2017に出場する4クラブは、翌週の5月9日、5月10日にグループリーグ第6節が行われるため、5月4日、5日に分けて開催、残りの各チームは5月6日、7日に試合を行った。 日本代表の強化を優先させる観点から、日本代表の出場する国際試合あるいは U-23 日本代表が出場する国際試合が行われる期間はリーグ戦が長期中断される。水曜日に開催する場合は祝日と重ならない範囲であれば原則ナイトゲームである。ただし1993年1994年2011年 以下は2019年シーズンの場合、チームに対する表彰は J リーグ表彰規定に定めがある。下記は2018年の場合、2017年度より動画配信のダゾーンと結んだ10年2100億円超の放送権量を原資に J1 上位クラブに賞金とは別に J リーグ理念強化配分金が支給されることとなった。これにより J1 優勝クラブは、 優勝賞金3億円に加え、理念強化配分金15億5000万円、ACL 出場チームに対する ACL サポート金2000万円、全クラブに支給される均等配分金3億5000万円の総額22億2000万円を獲得することとなる。なお、チャンピオンシップ制度のあった2015年の場合は、下記の通りとなっていた。年間優勝は J1 で、 年間の最終順位が1位だったクラブのみに与えられる。J1 で優勝したクラブには、翌年の J リーグ及び天皇杯で使用するユニフォームの右袖に金色の J リーグロゴマークエンブレムを付けることができる。ロゴマークの下には2行で優位リーグチャンピオンズと表示されている。また、翌年開催される富士ジロックススーパーカップへの出場権が与えられる。J1 で 年間最終順位の上位クラブに翌年の AFC チャンピオンズリーグの出場権が与えられる。出場枠については32クラブが本大会に参加するようになった2009年大会以降は年間順位の上位3クラブに出場権が与えられているが本戦出場枠の見直しが行われた2015年大会以降は上位2クラブがグループリーグ出場3位のクラブが プレーオフ出場となっている。1993から2000年までの年間優勝には AFC チャンピオンズリーグの前身である AFC アジアクラブ選手権の出場権が得点として与えられていた。ただ、J リーグが発足する前年の1992年は J リーグカップの優勝クラブが国内リーグの優勝クラブ扱いでこの大会に出場した。このか。 フィファクラブワールドカップが日本で開催される場合、その年度の優勝クラブは開催国出場枠で出場する権利が与えられる。ただし、ACL において日本のクラブが優勝した場合は ACL、優勝クラブの出場が優先され、J リーグ優勝クラブは ACL との2冠でない限り出場できない。選手名が、太字は2021年シーズン開始後時点で、 現役の選手。2020年12月20日時点2020年12月20日時点シーズン中において以下の表彰に該当する成績を収めたチームや個人にはシーズンの全日程終了後に開催される J リーグアウォーズにて表彰される。いずれも2021シーズンのもの。ありがとうございます。